皆さんこんにちは。今日は取材に行った日の Vlog を撮ってみました。通常ですとオフィスからスタッフと一緒に現場に行くんですが、この日の取材は自宅から近い場所だったので現地集合にしてもらいました。ピックルボールという私も初めて聞いた球技がニューヨークで人気急上昇ということで、久しぶりの体当たり体験取材です。いや本当にいいお天気、いいお天気なんだけど、ちょっと心配なのは暑くならないかな、大丈夫かな。マンハッタンアッパーイーストサイドのビルが立ち並ぶ中、まるでオアシスのように公園とスポーツができる広場があります。その向こうの建物が学校で、広場は学校とコミュニティが共同で使っているようです。敷地が狭いマンハッタンによくある構造です。ちょっと今見てただけで不安が倍増しました。どうしよう。なんて独り言を言っていたら、スタッフがすでに撮影を始めていました。私もコートに入るとすぐにビックルボールのズイコーチが出迎えてくれました。I'm not going to say it again because I'll probably mess it up in front of her. So. No. How are you? I'm very good. Very nervous to do this. Oh, it's going to be so much fun. You know, I'm like not a sports person. You will be when I get done with you. Really? You absolutely will be. Oh my gosh. I can't wait. There, yeah. だんだん不安になってくるんで、やめてほしいな、これ。Out of control. これ無理だよ。まずコーチにマイクをつけてもらって撮影準備です。なので最初インタビューで撮っちゃいます。はい、了解です。いやー、日頃の運動不足もありかなりハードに感じた取材でしたが、コーチの魔法にかかったかのようにボールをすぐに打てるようになったのが摩訶不思議。ボールがプラスチックで軽いのが初めてでも打ちやすい理由の一つかなと感じました。コーチとカメラマンはまだまだ元気、撮影を続けています。はい、マイクを返します。落としていい？はい、撮影終了です。帰りはスタッフと一緒に車でオフィスに戻りました。ニューヨークの緊急車両のサイレンが鳴っています。外の取材でこれが鳴り始めると撮影を中断せざるを得ないので、全て終わった後でラッキーでした。それではオフィスに戻ります。久しぶりに体を動かして本当に疲れたけど、思いがけず本当に楽しかったです。ピックルボールが人気になるのが分かるような気がしました。ということで今日取材した内容は、YouTube にも上がっているので、そちらのリンクは概要欄にも貼っておきます。ということで今日は、久しぶりの体当たり取材の Vlog でした。それではまた。バイバイ。Thank you.